はい、皆さんご利用してね。はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。ルピアス圭介です。今日はですね、ライカの話久しぶりにしていきたいかなと思います。こちらライカ Q の、ストラップをアンカーリンクスに、交換しましたので、こちらの話をしていきたいかなと思います。それでは行ってみましょう。はい、皆さんご視聴ありがとうございます。今日はですね、僕のライカ Q なんですが、ストラップ、いつもヨセミテのストラップをつけてるんですけど、今回、こちらのアンカーリンクスに交換したというお話なんですが、なんでかというとですね、小型バッグに入れるときにそのヨセミテのストラップ自体が、なんていうんですかね、かさばってしまって取り出しづらかったりとか、まあそういう部分で、まあもちろんヨセミテのストラップも使うんですけど、今回ね、こういう形でアンカーリンクスをつけたというお話ですね。何がいいって、やっぱりこうカメラ使ってるとストラップいらない時ってあるじゃないですか。まあその時にこう簡単にこう脱着のできるこのピークデザインの、アンカーリンクス、めちゃくちゃ便利です。はい。結構こんなにね、細いんですけど、耐荷重は90キロ以上。とも言われてまして、結構頑丈な作りになってます。で、こうリングをね、こうやって後からつけてるんですけど、こういう風にリングカバーをつけることで、ボディにも傷つけずに、できます。でこちらはね、エツミさんから出てる、リングカバー、この辺に出しようかな。はい、リングカバーになっております。そんなに高くないので、すごくおすすめです。で、ですね、僕はα7-3 も、アンカーリンクスつけてまして、まあただその α7-S3 とかだったらいいんですけど、 α7-3 は結構このアンカーつけたところはカチャカチャ言うので、ジンバルとか乗せるときは外した方がいいかもしれません。でライカはね、このカバー、この革なんですけど、これこの革をつけると全然音がしない、まあ動かない、まああまりムービーはライカで撮らないんですけど、まあこういった形で、運用してってます。はい。でですね、あとはそのアンカーリンクスで、リーシュというそのピークデザインの、ストラップを使ってるんですけど、まあ、脱着もこんな感じね、すごく、取り付け、取り外しがすごいしやすい、感じになってます。でね、ストラップいらずで使いたい時も、ストラップ使いたい時も、こう便利に、運用ができるので、すごく気に入ってます。はい。はい。まあ、こんなね、感じ。ライカ Q ユーザーの方には、使えるんじゃないかなと思う、今日はアンカーリンクスのお話でした。最後までご視聴ありがとうございます。Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。はい、皆さんご利用じゃない、ご視聴ありがとうございます。ルピアス圭介です。今日はですね、